警察官の誰もが正義感に燃えているとは限らない。俺が警察官になった理由は、母の期待に応えるためだったから。そんな動機といい、中肉中背の体型といい、俺はコンプレックスの塊だ。だがある日、俺を大きく変える出会いが訪れた。ちょっと待ちなさい。張り込み捜査中の俺を呼び止め、職質してきたのは美人の女性警察官だった。俺は向井亮太、26歳の警察官、階級は巡査長だ。俺は大卒だが、国家公務員試験に合格した後に警察庁に勤務しているキャリア組とは違うルートを歩んでいた。各都道府県が管理を担当している警察組織に属する、いわゆるノンキャリア組である俺。進路も決めずに惰性で大学へ進学した俺が、卒業後に警察学校へ入ったのは母の影響が大きかった。俺の祖父も警察官だったため、父親の背中を見て育った母も警察官に憧れたらしい。だが当時はまだ女性の採用はとても少なかったそうだ。何よりも女性で警察官を目指すことを祖父が反対したそうで、母の夢は叶わなかった。俺は母の夢を背負う形で警察官になったのだ。警察官としてのスタートは交番勤務からで、昨年やっと刑事になることができた。着任当初から俺は上司にあたる35歳の深瀬総一巡査部長とバディを組んできた。俺は成人男性の平均身長と同じくらいの172センチメートル、平均体重よりも少しだけ筋肉量が多いので体重は72キログラム、身長は181センチメートルで、体重も80キログラムは優に超えている深瀬巡査部長からは、俺はチビと呼ばれていた。俺は小学生の頃からずっと剣道を続けていて、それなりに腕に自信を持っていたが、深瀬巡査部長はそれすらも見下すネタにしていた。深瀬巡査部長は柔道の有段者で、剣道よりも柔道の手慣れの方が警察官として優れているという考え方なのだ。深瀬巡査部長は俺のことを相棒として信頼し、対等に扱ってくれることはなかった。あくまでも自分の言うことを聞く従順な部下という認識だったようだ。お前、また昇進試験の勉強してるのか？深瀬巡査部長は俺が昇進試験にトライし続けることをバカにしていた。俺は母の期待に応えるためにもどんどん上を目指していきたかった。ノンキャリアの俺たちは出世できてもたかが知れてるんだ。努力するだけ無駄。出世を諦めた深瀬巡査部長は、適度に手を抜いて要領よくこなそうという考えの人。俺は正直に言えば、バディを組むのならば別の先輩の方がいいと感じていた。だが現場の刑事には何よりも経験がものを言う場面が少なくなかった。なので悔しいが、俺よりも経験値がある深瀬巡査部長から学ぶことも多かったのだ。そんなチクチクとコンプレックスを刺激され続ける日々に変化が訪れた。それはある日の俺と深瀬巡査部長が捜査中の出来事だった。俺たちはある連続強制わいせつ事件の犯人に目星をつけ、コンビニエンスストアの男性店員 A を見張っていた。明け方に犯行が多発していることから、深夜勤務をしている男性が何人か容疑者として浮上したのだ。 A は被害女性からの証言や目撃情報によって導き出された犯人像と似た背格好をしていた。店長並びに他のスタッフに聞き込みをしてしまうと、 A が警戒してしまう可能性があった。なので彼らとは直接の接触は避け、内定でシフトを確認した。 A が深夜勤務の日、早朝スタッフと交代する時間に事件発生率が高いと判断したのだ。中には泣き寝入りして被害を訴えない被害者もいるため、実際の被害者数は計り知れない。しかし犯人はメカブにキャップをかぶってマスクをしていたため、しっかり顔を見たという被害者もいなかった。つまり A が犯人だという決定的な証拠に欠けていたので、未だ検挙に至っていない。性犯罪者は捕まらないことで大胆になっていく傾向にある。
捜査本部全体のムードとして早く逮捕しなければならないという焦りに包まれていた。次の日 A は通常のシフトとは異なり、欠勤のスタッフの穴埋めとして19時に店舗に入っており、いつ退勤するか読めなかった。長時間労働を避け、店長が深夜に交代することも予想されたので、 A が本当に犯人だとすれば早い時間帯に行動を起こすかもしれない。俺と深瀬巡査部長は二人一組でコンビニ近くの路上に車を止めて張り込みをしていった。だが長時間だったため、俺は途中で尿意を催してしまった。極力水分は控えていたのだが、こればっかりは生理現象なのでどうしようもなかった。通常ならコンビニで夜食を買いがてらトイレを借りるのが一番手っ取り早いのだが、そのコンビニに容疑者がいるという状況、今後の捜査を見据えると容疑者に顔が知られるのはまずいと思った。そこで暴行の限界を迎えていた俺は深夜の0時過ぎに近くの公園の公衆トイレを利用した。刑事たるもの、思い込みや決めつけの捜査は避けるべきと心得ていた。 A ではなく他に犯人がいる場合も想定して動かなければならないと思い、張り込み者を離れる際には周囲の警戒を怠らなかった。夜も更けた深夜帯に歓楽街とは離れた住宅街でうろうろしている人は不審者と扱って構わないだろうと用心した。公衆トイレで用を足し、公園から出る時もキョロキョロと辺りを見回していた。その時俺は甲高い女性の声に呼び止められた。ちょっと待ちなさい。振り向くと制服を着た女性警察官がこちらをきっと睨みつけていた。不審者発見、応援願います。場所は。女性警察官は無線で仲間に応援を要請しているようだった。無線を切った後、女性警察官は警棒を片手に俺に近づいてきた。少しお話伺ってよろしいですか。女性警察官は明らかに警戒した体勢のまま俺に職務質問を開始した。まさか警察官の俺が職質されるとは。俺が思わず吹き出すと、彼女はぎょっとした様子で警戒レベルを一段上げた。俺も警察です、そう伝えたが、にわかには信じがたかったようで、薄暗い中でも彼女の眉が上がったのが見て取れた。よく見ると女性警察官は膝をガクガクと震わせていた。今から警察手帳を出しますね。いきなり内ペケットを探ったら武器を出すのかと彼女が恐れを抱くのではないかと思ったので、断りを入れてから警察手帳を出した。近くで張り込み中の刑事なんですよ。向井亮太と言います。女性警官が偽物じゃないかと確かめるように警察手帳を凝視していた時、俺の背後から大きな笑い声が聞こえてきた。バッと振り返ると深瀬巡査部長が立っていた。ウケるわお前、不審者と間違えられて職質されてんのか。女性警官からの応援要請を受け、一番近くにいた深瀬巡査部長が駆けつけてきたのだろう。深瀬巡査部長、張り込みは。俺は自分が疑われたことよりも上司が持ち場を張られたことに驚いて問いかけた。まだ丸太は一人勤務体制のままだから、あっちはしばらく動きがなさそうだと思ってな。俺たちは張り込み対象者のことを丸太と呼んでいた。でもいつ何が起こるかわからないじゃないですか。深瀬巡査部長は余裕そうな顔で言ったが、俺は気が気じゃなかった。そんなことはペーペーのお前に言われなくても分かってんだよ。俺が苦言を呈すと深瀬巡査部長は途端に不機嫌になった。婦人警官の姉ちゃん、こいつヒロヒロしたチビだけど一応刑事なんだ。深瀬巡査部長はおちょくるように同僚を姉ちゃんと呼ぶという NG ワードを発した。ちなみに俺はこいつの上司の深瀬だ、巡査部長で、今俺たちは張り込み中だったわけ。深瀬巡査部長は女性警官に対してわざとらしいほどに呆れた顔を見せつけた。失礼しました。私は近くの交番に勤務しております。
河野麗子巡査であります。テンパった女性警察官は変な言い回しになりつつも自己紹介した。巡回中不審者を発見、いえ不審者と勘違いしたため職務質問を試みました。真面目そうな河野さんはこわばった表情で言い訳をした。詳しい事情は交番で聞くわ。姉ちゃんは先に交番へ行ってて。は、はい。深瀬巡査部長は河野さんに説教するつもりのようだ。俺たちが一旦車に戻った時、近くにもう一台黒いセダンが止まっているのを発見した。深瀬巡査部長が持ち場を離れたのは俺たちとは別の班が張り込みの交代を申し出てきて引き継いだところだったかららしい。そうならそうと最初から言ってくれればいいもの。常に俺を見下している深瀬巡査部長は職質を受けて動揺している俺を面白がって試したのだろう。それから俺たちは河野さんが勤務していると言っていた交番へ向かった。一度車を取りに戻った俺たちと自転車でそのまま向かった河野さんはほぼ同時に交番に着いた。河野さんの上司で今夜の夜勤を一緒に担当している男性警察官も一緒だった。巡査長だと名乗った倉橋さんは河野さんからの応援要請を受けて現場に向かった際に途中で河野さんと合流したと教えてくれた。交番に戻りがてら事の成り行きを聞いたという倉橋さんは部下の失態にヘコヘコと頭を下げた。河野さんは暗がりではよく見えなかったが鼻立ちが整った美人だった。正直に言えば俺はこの時一目惚れに近い感覚に陥っていたんだと思う。姉ちゃん、えらい美人じゃないか。警察官なんてやってないで夜の蝶にでもなればよっぽど稼げるんじゃねえか。深瀬巡査部長が河野さんの容姿に言及したことで俺は一瞬にして河野さんに惹かれてしまった自分を恥じた。河野さんは美人ということで今まで幾度となく男性からの無遠慮な視線にさらされてきたことだろう。俺は自分を律するために姿勢を正した。この場で一番階級が上の深瀬巡査部長が横柄な態度でドカッと交番のパイプ椅子に座った。しかし滑稽だよな。刑事を不審者と間違える観察眼のない婦人警官と性犯罪者に間違われる刑事なんて。深瀬巡査部長が高笑いをした。俺は滑稽だなんて思いません。職務を全うしようとした河野さんは立派です。上司の深瀬巡査部長に逆らうようなことを言ったら今後もっと俺に対する当たりが強くなるだろうと不安だった。でも間違っていることは間違っているとこの場で言わないと後悔すると思ったのだ。俺は河野さんが公園の出口で俺と対峙した時毅然と対応したことを褒めた。姉ちゃんが実際に犯人と出くわした時には触れ上がって何もできないんじゃないの。深瀬巡査部長が嫌みったらしく河野さんを煽った。そんなことないです。警察官としてきちんと対処します。河野さんは反論するがその様子さえ深瀬巡査部長は嘲笑った。ま、いや婦人警官は日勤のみで交通違反だけ取り締まってりゃいいんだよ。河野さんが口にぐっと力を込めて前一文字にして言い返すのを我慢しているのが分かった。深瀬巡査部長、女性警官を下に見る発言は控えてください。俺は代わりに抗議した。付き合ってらんねえ。お前を置いて帰りたいけど署から帰還命令が出てるから戻るぞ。深瀬巡査部長はケッと唾を吐くように言い捨てて先に車に乗り込んだ。それから俺と深瀬巡査部長は気まずく無言のまま警察署に戻った。俺が立てついたこの日を境に深瀬巡査部長の俺に対する態度はひどくなる一方だった。3日後、非番だった俺は河野さんの様子が気になって彼女が勤務する交番に顔を出した。先日は失礼しました。この前は失礼しました。俺と河野さんは目が合ったと同時にお互いに謝罪の言葉を口にして頭を下げていた。あまりにも動作がシンクロしたので思わず笑いがこぼれた。河野さんの笑顔を初めて見てなんだか胸にぽっと明かりが灯ったような気がした。
あの日、深瀬巡査部長が失礼なことを言って河野さんを傷つけてしまったのではないかと心配していたので改めて謝った。深瀬巡査部長は古い価値観というか、女性警察官より男性警察官の方が優れているという考え方で、先日の短い間だけで河野さんには十分伝わっていたようで、河野さんは深くうなずいた。大丈夫です、慣れてますから。でもあの時向井さんがかばってくれて嬉しかったです。警察というのは一般企業よりもずっとずっと男尊女卑の考え方が根深く残っている組織で、も犯人と対峙した際にひるまずに立ち向かう覚悟は警察官として性別関係なく持たなければならない。俺は先日職質を受けた時に河野さんからその覚悟を感じた。非番の俺とは違って河野さんは勤務中だったので簡単に謝罪だけして去ろうと思ったが、上司の倉橋さんがお茶を出してくれた。そして気を利かせて巡回に出てくれたのだ。だけど言われても仕方ない部分はあるんですよね。実はあの時私震えていたんですよ。河野さんは深瀬巡査部長や倉橋さんの前では見せなかった弱音をポロッとこぼした。俺は彼女の膝がガクガクと震えていたのを思い出した。私が警察官になったのは小学生の頃に犯罪に巻き込まれそうになったことがきっかけだったんです。それから河野さんは自分が遭遇した衝撃的な出来事の話をしてくれた。それは彼女がまだ小学5年生の時の下校途中、車の中から道を尋ねてきたおじさんがいたそうだ。河野さん自身は知らない人と話したらいけないという親や先生からの言いつけを守り無視した。しかし後ろから歩いてきた同級生が親切心から近づき、おじさんに車内からぐいっと腕を引っ張られてしまったらしい。突然のことでびっくりして声も出せなかった彼女たちだったが、たまたま通りかかった女性警察官が異変に気づいて助けてくれたそうだ。警察官の姿を見た犯人は逃走してしまい、現行犯逮捕には至らなかったが、女性警察官は一瞬でナンバーを覚えた様子だった。泣きわめく彼女たちをケアしながらテキパキとどこかに連絡して手配をしていた女性警察官の姿がとてもかっこよく映ったらしい。自分もあの女性警察官のように誰かを守れる人になりたいと思い、高校を卒業した後に警察学校へ入ったそうだ。腕を引っ張られた子は今でも後ろから近づいてくる車にビクッとしてしまうらしいんです。もしかしたら彼女たちに声をかけてきた男は連れ去りまでは考えておらず、ちょっかいをかけたかっただけかもしれない。だが危害を加えられた方は怖い思い出としていつまでも人生に暗い影を落とし続けることになるのだ。犯罪未満の事案でもそうやってトラウマが残るのに、事件の被害者はどれほどの心の傷になるのかと思うと。河野さんの真剣な眼差しに心打たれるものがあった。現在では女性警察官の採用人数も増えたが、やはり生半可な気持ちでは務まらない職業だ。強い志を持ってこの世界に飛び込んだ河野さんに俺は尊敬の念を抱いた。俺は今でこそ警察官としての正義感を持っているが、警察学校へ入る前は特に深く考えていなかったからだ。明確に志願して警察官になった河野さんと比べて自分が情けなく感じた。警察官になったきっかけがその事件だったこともあって、特にか弱い女性や子供を狙う犯罪者が許せないんですよね。河野さんが決意に満ちた表情で心情を打ち明けてくれた。管轄内で連続強制わいせつ事件の犯人逮捕に向けて巡回を強化している最中だったので、向井さんと公園で遭遇した際、河野さんはとても正義感にあふれる警察官だと改めて感じた。だけどもし犯人だったらと思ったら体の震えが止まらなくて情けないですよね。日頃から鍛錬を怠らない警察官といえど一人の女性でもあるのだ。女性を狙った男性の犯罪者だと知った上で覚悟に挑まなければならない時、
恐怖心を持つのは当たり前だと感じた。腕力だけで言えば大抵の女性は男性にかなわなくて当然だから、ましてや捕まらないために必死に抵抗する犯人を制圧するのは男性警察官でもなかなか骨が折れるのだ。しかし河野さんは己の恐怖心と戦い、打ち勝とうとけなげに頑張っていた。情けなくないですよ、男性警察官でも犯人に対して恐怖心を抱くことはありますから。俺だってこの頃はまだまだ新米刑事だった。交番勤務は事件が起これば最初に臨場する最前線部隊ではあるが、比較的平穏な地域に配属されていた俺は特に事件らしい事件を経験せず終わった。刑事になってからは交番勤務時代とは比較にならないほど格段に犯人と対峙しなければならない回数が増えた。恐怖心が全くないと言ったら嘘になるという心境だったのだ。女性というだけで差別する必要はないが、全て平等に業務をこなすというのは無理な話で、区別する必要があるかもしれない。現に女性警察官でも夜勤があるが、一人体制での交番勤務は危険なので配慮が必要だ。性別の違いに対する配慮はどこまでが区別でどこからが差別になるか難しい問題だけど、同じ仲間として考えて話し合いながら進めていくしかないかもしれないですね。俺の考えを素直に河野さんに打ち明けた。向井さんのような男性警察官が増えれば、女性警察官も警察という組織に希望が持てるかもしれませんね。河野さんは俺に微笑みを向けてきて、不覚にも胸の高鳴りを覚えた。女性警察官同行と差別しないと言いつつも、河野さんのことを一人の女性として意識している自分に気づいた。でもこれは職業人としてではなく、一人の人間としての感情が揺さぶられた瞬間なのだから、自分の気持ちに嘘はつけなかった。改めて交番を訪ねてきたのは謝罪という名目だったが、河野さんにもう一度会いたかったというのが正直な気持ちだったのかもしれない。交番からの帰り道、俺はまだ胸の高鳴りを抑えられずにいた。単に男として河野さんに惹かれたからというだけではない。正義感にあふれ己の恐怖心と戦う勇気を持てる彼女は同じ警察官としても尊敬できる人だ。一方の俺は警察官になったのも昇進試験を受け続けていたのもただ母の期待に応えるためでしかなかった。だけどこの日河野さんと向き合って俺の意識は変わったんだ。俺もいつまでも情けないままじゃいられないし、彼女のような警察官が働きやすい環境を作りたい。そのためにはやっぱり組織をより良くするためには偉くなるしかない。ノンキャリアの俺が上に行くことは難しいが、出世を諦めず警視の階級警察署長を目指すのだと誓った。ちなみに俺たちが張り込みをしていた絵はこの数日後無事に現行犯逮捕された。それから10年が経ち、俺は努力の甲斐あって警部になっていた。深瀬巡査部長は昇進試験を受けずにずっとそのままの階級だったので、俺の方が上司だ。もちろん階級に関係なくベテラン刑事として丁重に扱っていた。しかし相変わらず男尊女卑な考え方なので、その点について口頭注意できる立場になったのは正直嬉しかった。俺は深瀬さんのことも部下ではなく先輩として敬意を払いますから、深瀬さんも女性警察官にも敬意を払ってください。俺が本音をぶつけたら深瀬さんはしょうがないと言いたげな様子で一度だけうなずいた。そして実は俺は5年前から河野さん、いや玲子と付き合っていた。俺が交番に会いに行った日に玲子の方から連絡先を教えてくださいと言われたのだ。向井さんが暇な時でいいので昇進試験の勉強を教えてください。そうお願いされたら断る理由はなかった。それから半年もしないうちに俺の玲子への気持ちは確実に恋愛感情だと言い切れるまでに膨らんでいたが、伝えることはしなかった。先輩という立場上
彼女の負担になりたくなかったからだ。職務を全うするためにチャラチャラした私生活を送るわけにはいかないという気持ちもあったのだと思う。それは玲子も同じだったようで、一見デートしているように見えるほど親密になっていたが、実際はあくまでも先輩後輩の関係が5年も続いた。だが俺は玲子のことを知れば知るほど、見た目の美しさだけではなく心も美しいことに魅了された。それに市民の安全を守れるようにと、俺が指導者になって後輩たちに教えている道場で剣道の稽古にも食らいついてきたのだ。本当に玲子は努力家で頭が下がる。俺も玲子に負けじと普段の仕事や昇進試験の勉強にも力を入れ、お互い高め合える関係だった。俺がこの10年で警部になれたのも玲子の存在が大きかっただろう。そして5年前のある日、深刻そうな顔で玲子の方から話を切り出された。向井さんにとって私はどんな存在ですか？ただの後輩ですか？頬を真っ赤に染めた玲子の顔を見て、愛おしさが込み上げてきた。きっと俺たちの未来のために勇気を振り絞って告白してくれたのだろう。俺は男としてけじめをつけなければならないと感じ、はっきりと思いを伝えた。俺は河野さんのことずっと好きでした。できれば結婚したいと思ってる。一世一代のプロポーズだった。警察官同士が付き合う以上、結婚を前提としてでなければ示しがつかないと思ったからだ。玲子はパーッと花が咲いたような笑顔になった後、神妙な面持ちになった。自分から進展を望んだのに申し訳ないんですが、結婚はもう少し待ってもらえますか？玲子から警察官として一人前になってから結婚したいという申し出があった。俺は玲子の意思を尊重したかったので、その時が来るのを待った。そして交際から5年、俺が36歳、玲子が29歳の時、玲子はこの10年でキャリアを積み、深瀬さんと同等の階級巡査部長に昇進。自ら高慢勤務から異動願いを出し、生活安全課の刑事になった。そこでようやく正式に婚約するに至ったのだ。俺たちの交際はずっと周りにはひた隠しにしてきたが、このタイミングで公表する形になった。結婚しても玲子は俺とは別の警察署で刑事として働いている。俺の家族に玲子を紹介した際に一番喜んだのは母だった。自分が叶えられなかった夢である女性警察官というだけで、玲子のことをいっぺんに気に入ったのだ。今では俺抜きでも2人でお茶しに行くほど本当の親子のように仲がいい。もしも今後俺たちの間に子供ができても、うちの家族や玲子の家族の協力を得て仕事と両立しながら子育てができそうだ。俺自身も警察官という仕事に誇りを持ち、仕事に邁進するつもりだ。しかし忙しさに追われて家族との時間をないがしろにせず、玲子のことも大切にしたい。人としても警察官としても尊敬できる玲子は、やっと見つけられた人生のバディだ。これからも彼女と共に愛を育んでいきたいと思っている。これが俺たちの馴れ初めです。ご視聴ありがとうございました。今回の2人の馴れ初めはいかがでしたか？良かったと感じた視聴者様は、今すぐ画面下のチャンネル登録と通知をベルマークを押してください。新しく投稿された動画をいち早くお楽しみいただけます。またいいねや馴れ初め最高とコメントしていただけると励みになります。他にも素敵な馴れ初め動画がたくさんあるので、よかったらもう一歩見ていってくださいね。